竹槍3三百万本論とは、日本陸軍軍人である、荒木貞夫が提唱した、竹槍3三百万本をもって、日本の防衛を行うという旨の主張である。竹槍の本数については資料により、異動がある。荒木は、竹槍将軍とも呼ばれ、竹槍に絡めた発言を頻繁に行っている。中でも1933年10月、当時陸軍大臣を務めていた荒木が、 外国人記者団とのインタビューの際に語ったとされる、竹槍300万本あれば列強をソルルに足らずという発言はよく知られている。1933年3月7日、英国大使館で行われたジョージ・バーナード賞との対談において、近代兵器の話題の中で竹槍を話題に出している。死細菌散布の戦術は実るに悲惨で人道上、甚だ遺憾だ。 陸毒ガスも人を殺すのをやめて、数年間眠るのを、夜をることにしたら良い。眠らせられた者は、その観天国の、ような夢を見て、悟るめた時には、戦争が終わりつているというようなのは、理想的だ死人を殺さずに戦争するには、化学兵器を、うんと発達させて、機械と、機械だけで戦争すれば、人を殺さないで良い陸、それは新兵器の政策で、 各国が整理層する結果国家の財政を危うくし、負担を重くして、国民を苦しめるから、いつそ昔に帰って、竹やり戦術が一番良いと思う。バーナード賞、荒木貞夫、東京朝日新聞東京朝日新聞社、昭和8年3月8日、11面同年7月22日、高崎留守隊の視察を呼び、前橋市で行われる。 国防議会発会式に向かった荒木が高崎行きの列車車中で語った自局団の中に国防予算に関する下記の一節があり竹槍について300万本という具体的な数字を用いて語っている海軍大臣に書いてたことから大分国防予算がやかましくなっているようだ国防ばかりでなく全て国策は内外諸般の情勢を考慮に入れて 定てせねばならぬもので予算の高は問題でない。海軍が力こぶを入れている。第二次補充計画は、未だ係数が、性はないので金額の点には及ばず国防に、立脚した国策について話し合ったのであるが、国防財政上どうしても、必要の金も出せないというなら陸軍は竹槍を三百万本も、作つてくれるならそれでも良いと思っているくらいである。 荒木貞夫、読売新聞読売新聞社、昭和8年7月23日、一面同年10月22日、福井県で行われる、陸軍特別大演習の売館に向かった荒木が、列車車中で語った、自局団の中にも、竹槍に関する下記の一節がある。予算については、国民が、一致協力してくれさえすれば、少なくなってもよい、お互いに。 財布の底を多の記号をつて、それでもできないなら何人といつても仕方はないが最後は、竹槍三百万本でもいくさつて見せる。決して行動を自由輪させるようなことはしない。荒木貞だを、東京朝日新聞東京朝日新聞社、昭和8年10月23日、2面1934年1月1日に、荒木が出版した、非常時の認識と青年の覚悟において、 まず人の和をはかれの章で竹槍に関して、下記の記述をしている。軍事費が余計にかけつていかぬというならば、もう要塞を全部平らにして、兵器を全部しまい引き込んで、この九千万国民が一致して、人と人とのは、皇室と日本道とをいただいてやつたならばよい。そうすれば、国棒のために、竹槍三百万本を揃えておきさえすれば、 それでもう沢山だと私は思います。竹槍300万本位の費用は、いくらの費用にもならぬのである。ごと年々講州から新しい竹を切って、槍を作りつた所で300万円はいらないのである。その軍事費をもって生費、教育費に充てれば、ひとしに結構である。荒木貞夫、非常時の認識と、青年の覚悟文明者、昭和九年一月一日。 39ページ1935年5月13日に荒木指定で行われた荒木と石橋丹山による対談において竹槍に関して下記のように発言している。荒木私は会議にお手高橋さんに言った。国作がそうと決まれば竹槍300万本を持っても国棒の任に通ります。私はデタラメを言っているのじゃない。 それだけ財政がお困りでその立て直しが急であるならば全部返上いたします。その代わり国防担任にあくまで屈しないというだけの思想的の力を国民にはべってもらえはなければならぬ。どんなに苦しんでもお辞儀はしない。最後まで踏みとどまるという覚悟をしてもらえはなければならぬ。そして戦さのことは我々に言い,いかしてもらえはなければならぬ。大阪の礼をと。 つては、大阪の人にすまぬが、例言えば、大阪医が、消費つ晴れてもへこたれぬという決心があれば、竹槍で立派に、日本を噛みつてみせます。しかし国民がそれが、嫌や,やだといえば、情勢に応じては全財政を上げても、軍備をやつてもらえはなければならぬ場合がある、こう言ったのです。荒木貞夫、東洋兵、五木新報東洋兵、五木新報社。 昭和10年6月1日、30から31ページ、荒木の一連の発言に対する解釈は様々で、あるが、戦後においては、当時の日本陸軍の非科学性と、精神論を象徴する発言として取り上げられることが、多い。一方で、菅原博士による、この竹槍発言は悪質なデマであり荒木は、実際には、科学兵器を重視していた、とする反論もある。 また、石橋炭山は竹槍三百万本論について、荒木は、ただだマイアムを得ざれば、竹槍でも戦争はできる。その場合には、損害はもちろん花肌大きいが、これを忍ぶ威力が、国民にありさえすれば、戦争にはそれでも勝てるという意見であったのに対し、世間からは、竹槍三百万本さえあれば、他の武器は無用という主張だと誤解を受けていると、表している。 石橋によれば、竹や三百万本論に関する荒木の発言は、満州事変の頃に、荒木が参加した参謀本部での戦術研究において、英米等の敵軍が本土上陸を行う段階となった場合に、本土全域でゲリラ戦を展開すれば、敵軍に抵抗できる、という結論に基づく発言であり、少なくとも、戦闘機などの近代兵器が未発達だった。 当時の状況では一定の根拠に基づくものであったという。また、無制限に軍備の拡張をすれば、国力の消耗につながり、国防を全うすることができなくなる以上は、国を挙げて敵の侵入を撃退しようという国民の決意が、戦勝の最大の条件となるという意味もあったという。太平洋戦争においては、マレー作戦で、拳銃隊と共に、 竹槍部隊が上陸するなど、わずかではあるが竹槍を武器の一つとして利用することもあった。太平洋戦争後半、戦局の悪化により本土決戦が叫ばれ、1945年3月24日、国民義勇隊組織に関する件の発表に伴い、国民義勇隊が組織されることとなった。ただし、国民義勇隊では竹槍による、 訓練等は行わないものとしていたその翌月4月25日大本営陸軍部により全国民に対する本土決戦時の手引き書きである国民交戦筆記と題した冊子が発行された国民交戦筆記の内容は1945年6月10日から6月13日にかけて朝日新聞にて紹介されておりその中の 白兵戦闘と格闘の章において以下の解説がされている。銃、剣はもちろん刀、槍、竹槍から、鎌、なた、玄能、レバ傍聴、飛び口に至るまで、これを白兵戦闘兵器として、用昼、刀や槍を用振る場合は、ザミヤ、横筆日よりも背の高い敵兵の腹部めがけてぐさりと突き刺した方が、イサオがある。なた、玄能、 では傍聴、飛び口、鎌塔を、用昼時は、後から奇襲すると、最も、伊佐岡がある。正面から立ち向きつった場合は半身に構えて、敵の突き出す剣を、筆飛、瞬間胸元に飛び込んで視察する。な穂鎌の柄は三尺くらいは手頃である。大本営陸軍部観光、国民公選筆計、朝日新聞朝日新聞東京本社。 昭和20年6月11日、2面また、その翌月5月24日、内閣総理大臣である、鈴木勘太郎が、航空機製造会社の代表者百数十人を、首相官邸に招待して、航空機造産劇礼会を模様し、その挨拶において、竹槍について、下記の発言をしている。しかもなほ直面せる、戦争のミノル体はあくまでも、王政なる。 四季と近代科学の域を集めた立体作戦に終始し、決して竹槍を持つていくさひゆるごとき、戦争間であってはならぬのであって、一に航空機を革新として、勝敗の奇数を決するの固い覚悟を持たねばならぬ。鈴木首相、朝日新聞朝日新聞東京本社、昭和20年5月25日、一面これは、航空機の関係業者を集めた、会合なので、 特にその者たちを激励するための発言であるが、航空機等の近代兵器の必要性を解くだけでなく、不毛な竹槍訓練を批判する意図も含められていると考えられる。結果として、竹槍戦術は正式には採用されないまま、1945年8月14日、日本はポツダム宣言を受諾したため、本土決戦に至る前に終戦を迎えた。 第二次世界大戦中のイギリスでは物資の不足から広報部隊であるホームガードの武装として鉄パイプの一端に銃剣を溶接したホームガードパイクが支給された。ありがとうございます。